熱海市議会の百条委員会が調査していた熱海土石流災害の最終報告書案が市議会本会議で全会一致で可決しましたその後、越村治議長と百条委の稲村千尋委員長が斉藤栄市長に調査報告書を手渡しました調査報告書では8項目にわたって問題点を指摘しています 土採取等規制条例に基づく計画届出書や変更届に不備があったにもかかわらず受理したことなど、市長や市当局の対応に問題があったとしています。総括として、市長と行政当局は、多くの尊い命と住民の財産を奪われてしまった事実を重く受け止め、然るべきその責任を負うべきと結論づけました。